内越坂スケッチ運動会。2017年から2020年まで中高生一緒に行われた体育祭が2020年のみ高校生のみで行われました。中学生は後日にスポーツ大会を行いました。2017年、平成29年9月13日、運動会の予行演習です。みんなで持ってきた椅子に座っています。わやわや。みんな集まっています。力の見せどころ。9月13日、予行演習。昼休み頃、一段落。2017年9月20日運動会当日、呉父兄たちも水を用意してみんなをバックアップしてくれます。運動会始まり始まり。本日曇天なので暑すぎず、よし、リレーのゴール地点。おしおし。2017年運動会全貌。2018年運動会、呉父兄たちがみんなを望みます。みんなも頑張ります。昼休みです。後半が始まります。みんな出番を待ってます。まもなくフィナーレ。相談したり、ガヤガヤしたり。父兄も一生懸命見てますね。2018年運動会全貌です。2019年体育祭。椅子を持ってみんな運動場に行きます。8時50分ごろ、まもなく開会式。午前中の運動会、綱引きの頃です。順番を待ったり、声をかけたり。父兄たちも感染します。みんな力いっぱい。2019年9月25日、運動会全貌です。2020年、令和2年9月17日の運動会。新型コロナの感染もあり、高校生のみの体育祭です。席も一つ一つ間を空けて、呉父兄たちも高校3年生だけ各家庭一人ずつ。でも真剣にみんな見てます。2020年運動会、高校生のみの体育祭、全貌です。10月30日、中学はスポーツ大会。これは中3のハンドボール。みんな頑張ります。これは中1、中2のドッジボール。テニスコートでやってます。2020年10月30日、中学スポーツ大会。運動会、平成29年から令和2年まで、中高生一緒に行われた体育祭が2020年のみ、高校生のみ、中学生は後日にスポーツ大会を行いました。